選手バネッサ33リーダー切ってきました。これで速度勝負か。先ほどカメちゃん選手の CU が早かったが、ここでローラが動いていきます。速度バフがついたことで行動順が変わっていくかどうか。さあここは変わらずでしたね。いやね、今ゲージきっちり下げたのでね、シャンまで繋がりましたけど。さあこれでスタン解除、免疫、マーシャが動いてくる。さあまずはシャーンから狙いたいところか。さあしっかり落としていって、まず育成アタッカーみたい。さあスタンを取った。これでまあローラ落ちるか、落ちていったね。えこれ落ちるかどうかですかね。さあスキル2、火力は振っているか。13000、これは栗ダメ型か。いい火力、マイリス、いや削るべきじゃないですか。ただマーシャいい火力。さあスタートだ。おーっと入るか、暴走。さあこれは塩内選手いったか。スキルでクリッリッ。さあ入った。なんとなんと昨年日本代表 MVP カメちゃん選手を破って、読みづらいっすね。読めないピックですね。さあお互い速度リーダー、33リーダー、24リーダーで始まります。攻撃バフ、さあ剥がしはどうだ。いや火力すごいっすね。バフがあって火力が、ナルシャをとりあえず下ろしたいっすね。さあ42000、ね、我慢張っちゃうので。まあ、なのでそこから狙いますよね。2発目クリ出なかったか。ただ落ちた、そのターンになって、さあローラ放送落としていった。さあ丸選手がナルシャ落として、残りのね、この2つ、そうですね。さあこれは丸選手が1本目持っていったが、強く殴る戦術、いやすごいですね。お見事、見事にカウンター、カウンターをするようなパーティーに、ね、そうですね。リリアン、そしてバネッサの番でした。速度リーダー、防御リーダーで始まります。初手大事ですよ。ほぼでどれだけね避けれるかとかですよね。パーは1対2対3対全部決まる。これこっからも軽く全部持っていくか。で1体でも落とせばスキルちょっとで決まった。週末アリーナですか。上がれれば決まりというような、なんというパワープレー。ケンローブル選手お見事。さあ、ミナトは残った。お互い24速度リーダーで始まります。まあ、ミナトはスタンスさえ取ってしまえばというところ。綺麗にムーアで剥がしてセイナーのスキさんとか決める。ここはスキル温存していって、うわぁでかい、この暴走でかい。待った、今のでかっ。約剥がしての、さあ落ちるか、落ちるか、落ちた。ボーチャンドラ10の2だけスタンが決まってしまう。ボロボロ選手、いやと初出場にして決めました。ウルパンダ選手を破りラウンド2進出です。おめでとうございます。おめでとうございます。けれどもオリバー33リーダーを切って、一応速度勝負にはなるか。でもセクメと打たれても打つところによったらね、免疫張れるかもしれないしっていうね。はい、時間が続きそうですよね。全部決まってしまうと、ビシャ選手のペースか。ここまでさあスタンはどうだ。いや、汗が止まってしまいましたね。サーバルには延長が入ってます。ここで抜け出すのがねえ、起きるか、起きない。さあ起きなかった。またスタンが決まって、ただ1ターンの、これはもう動けないか。
それで全然に言ってですよね。もう延長もありましたね。これは見事なコントロールが決まった。まずは B 社選手一本選手です。さあ3スタンリーダー2、4リーダーで始まります。まずはマイプスから動くかどうでしょうか。さあ、おっ、イーボルが動いていってバフを張った状態。おお、魔力がすごい柔道を一気に。さあ、シオチャソ選手はマイルスから削っていきます。持続あと3つ乗っている状態。暴走引いた。さあ、離してそのままスキル1。さあ、落としていってマイルスが動く。さあ、スキル2の火力でスタンが入って、静かが、うん、さあ打てたが、ここで暴走引いてバネが戻して、バネを戻してバーバラ、さあバーバラを戻しますが、バーバラが動けるか。さあ挑発が入ってしまう。さあどっちを下ろすか落とすかという選択。落としていった。さあこれで松選手が決めたか。決まりました。松選手勝ち切りました。シオチャソ選手に日本選手いたしまして、カニタマ選手、ヘレナ。さあ3三リーダー2四リーダーですが、クッキーどこ飛べるかですよね。でもね、セクオですか。オリバー、オリバーに行って縦割りからのムーアを狙っていたカニタマ選手。ムーア落としても、さあムーアに行っていい火力だ。落とした。こうなるとチャンドラが一番なんか重くなりそうですよね、この先。さあ一発繰り出して、エトナを護衛で守ってチャンドラーで落としていって、これはケンローブル選手強い。決まったか。完全にペースに持っていって勝ち切りました。ケンローブル選手初出場、去年はカニタマ選手の同伴枠で日韓戦に行っていて、カニタマ選手が出場のきっかけとなったというケンローブル選手、なんとなんと一本取りました。ね、どこを、ね、止めに行くかっていうのがね、止まるとこまでは行かないか。スキル2って削ってですか。そういうことです、まあ、気にせず打っていって、ただこれ次ユリアンが今タホで割り込みましたね。なるほど。さあこのままエトナ、本当だったらねここをサーガで行きたいところなんですけどね。さあターゲットをどうするか。ジュノーに行くんじゃないですかね。そうですか。ジュノー行った。半分は削れたか。そして暴走、チャンドラを一回落とすか。チャンドラ落としていった。ただこれで落ちるか。うん、落ちる。いやー、イカルくん、ハソの変化球決まりました。ニーヤ選手 2-0 ストレート勝利で決勝進出決定です。おめでとうございます。おめでとうございます。ただ残りましたジャミール、33リーダー24リーダーで始まります。まあ、ジャミーね使っても一番重いスキルなくせばいいんでしょっていうのでね、あの静か消しですね、はい、でもここで縦割りつけて、うん、どのくらい出るかですけど。ベルミオン、いいダメージ。さあスタン全体に決まった。そして暴走、さあ削っていきます。バクダラに、さあ最後のお仕事ギアナ。さあ絶対攻撃を打って決まりましたかね。そうですね、このスキル3で決まったか。塩対決制したのは塩っち選手でございます。おめでとうございます。なんとジュノ、東満ジュノの番。さあエトナが最初ムーア止めに行くのか。サーガリ来た。さあスターン入った。半分いってないですが、結構カミラは止めやすい。そうですね。さあ全体に巻いていってスターンが決まっている。そしてエトナも全体
縦割り入れてから、さあミリダエゲージを下げて、いや火力5000、すごい、いやオリバーだ。これでまた全体打っていって、エトラが止まらない。これはウア落としてですかね。スキル1で落ちるか考えてですが、スキル3で削っていった。やっぱこの風のね、強いモンスターがね2は切るとどうしてもカメラだけじゃね、きついかもしれないですね。さあ決まりました、決まりましたね、カニ玉選手ルーザーストーナメント、まずは1勝して駒を進めました。対決になりました。そうですね、さあお互い 33% 速度リーダーで始まります。まずエトナから動きそうか、結構ゲージ上がりました。ただマーシャいい火力、ゲージを下げて一回エトナに寝てですね、落としていった。わかんないですよねこれ、もうオリバー落としたいっていうのと、また最後ねマイルスが、さあ先に一体落として暴走を引いた。これでマイルスがかなり通っているが、さあバネッサ落としていって暴走、さあ分からない、2対2、これでまあ落ちますけど、いやこれ どっちか分かんないな、これ。さあ縦割りどうだ、入らない。さあこの1対1タイマン勝負で、降りてからクリ出るかどうかですよ。そうですね、暴走どうだと、速度デバッグ、お祈りタイム出るか、お祈りタイムクリ出ない。さあ耐えるか、さあ暴走決まった。ビショ選手熱戦を制しました。最後はいやいやさあ33リーダー、24リーダー、ソニアでロボ落ちるかどうかですよね、ま、ロボに行くかギリ耐えたら、ま、ロボが良さそう、なんか耐速度が、あー、ね、さあミア選手、ね、お見事、ね、最後のダグラスピックがもう、ね、突き刺さっていました。ニア選手冷静なピックで勝ち切りました。さあ、ね、さあ24リーダー、33リーダー、シャーロットの方迅速だったらどうなのかというところ、上取り合戦、まずエトナが取りそうですかね、シャーロット。さあスタンはどうだ、入らず防衛で守って、ミパンダ剥がれてないですね、意外ですね、これもスキル1で落ちそうな、落ちない、まあ、持続で、まあ、バフと反撃、これでセアラを落としていって、さらにエトナにもう一発、闇パン思いつけどスターンさえ取ってしまえばね、そうですね、起きれるか、まあ、ただ硬い、落ちた、さあでかい、わかんないわ、わからなくなった、さあスターン取った、あ取った、どうだ、回復できますからね、さあ耐えるか、おお、あー決まったー、ケンレイ・ウベル選手大熱戦を制して、もう MVP はチャンドラーと言っても過言ではないかもしれません一枠消えました、お互い33リーダーで始まります。このスキル3でまず止まるかどうかですね、止まらなかったら、早いラッキーにまで早いですね。さあマーシャを止めていって、ただこの縦割りからのね一発を、うわー入った、暴走入った、さあこれで落ちるか、落ちた、さあ暴走落ちた、さあこれでスタンが決まって、いや、さあ入ってスタン、暴走削る、折り場で行くかもですね、ここ、さあこれで落ちるか、落ちた、さあこれは決まったか、カニ玉選手決めた、決まりました、セットカウント3対1で分の4ニューカマーですね、拓造選手も去年は日韓戦には出てない、本番になったらこれの 2や10に変わってる可能性ありますね、変わってるかもしれない、可能性ありますね、はい、こちらで、ね、今年の日韓戦の韓国日本どちらものメンバーでございます。昨日決定したチーム、コリアのメンバー、シン選手、スコルス選手、ビートディ選手、ガルガル選手、そしてジスン選手、この5名ですね。